いーよいしょよーん、ライドネスで今日もやっていくんですけど、今日はね、これ生まれしやっていきたいと思います。ということでいきましょう。あ、今143位ですね。で、デッキは昨日と同じなんですけどね。いやー、残りもうあとどんくらいだ、あともうあれですね、1日切ってる。今、夜の7時なんで1日切ってますね。1日切ってるんでだいぶもう固まってくるのかな。トップはねあんま動かないですね。今シーズンは本当最多今7700とかで、なんかショートシーズンでも8000に触るか触らないかぐらいまで毎回言ってたんですけど、ちょっと今シーズンは79にすらいかなそうではありますね、トップ層が。なんでちょっとトロ低い、今俺7400でそんな高いとは言えないけど、まあ言うても、おっと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 、貴様、そんなギャンブルみたいな攻めをしちゃあかん。 OK、 これでミニペ？おお、ギャング？やば。おお。まあ。なんかやばくね、相手。でもこれ負けるか、ワンチャン。相性は悪そう。これ一発食らうな。いやー。はい。エレキを盾に、コウモリからのロイフグ？ワンチャン。はい、あー、これ回ってんのかな、これ。まあインドラベシと、でこれでマジアーチャーを、あ、プリンタイプか、なるほどね、プリンタイだ、プリンタイ。はい、とりあえずこれでよくて、よいしょ、はい、パーンといってあげて、これで相手ミニペですね。おお、手札めっちゃ回す。すごいな、なんか。立ち回りが独特ですね、なかなかに。はい。でミニペロイフグワンチャンあるけど、どうなんだろう。ああ、5。ですよね。これ、ロイフグ打っときって、打っときってって感じですね。で、この、これに対して出してきて、多分ミニペを出してくるんです。はい。なので、これをメガニートでしばき倒してあげて、いや、でも、よいしょ。よいしょ。よいしょ。渋。だいぶ食らったな。これプリンかな、からの。かわいい、これ。はい。うわー、ちゃんといい位置選んできてるな。オッケー、取られた。いやーでもなー、オッケー。よいしょ。あー、くそ。いやマジか、これもらうのか。うわーマジかー、負けたー。いやーミニペック、くっそー、マジか。いや、終盤めっちゃ抑えられたな。あ、メガナイト切るのは良かったけど、そうですね、ミニペ難しいな。ドッスンコも入ったし、あそこのエレキ読みのギャングとかも結構いいギャングでしたね、相手は。そこ勇気打てばよかったな、あそこ突破されたところ。あそこでだいぶ結構食らったっすからね。ミニペ一発食らってて2700から1100までいかれたんで、ゴーストエレキ出したけどだいぶいかれちゃったな、あれもったいないな、ちょっと反省ですね。いや今のは勝ちたかったな、正直。ミニペをうまい具合に咲かして、そうなんかね、うまい具合に咲かして、それに対してメガナイト出してみたいな立ち回りが良かったですけど、なんかうまい具合に咲かせらんなかったですね。相手も攻撃で使ってこないで温存してきたんで、そうですね。まあじゃあ茶出していき、これでベビーと、こっちかな。でもこれ起動されるかな、渋いっすね、起動されるのは正直。 OK、 されない。
よいしょ。OK、OK。こっち、エリゴリとか使われてらめんどくせえけど。はいはいはい。で、これ、ダクネ使ったんで、インドラつけます。これで多分、トルネでキング起動とかを考えると思うんで、はいはいはい。だと思うんで、ね。OK、OK。これで、インドラでやってあげれば、だいぶ鬱陶しいと思うんだよな、この立ち回りが。あー、マジか。ってことは、これ、ケツラムしたら、相手は、トルネもないし、ごぼうりもないんでね、相当鬱陶しいと思いますね。なんで、削られてない方に、ケツラム。そう、削られてる方にやったらね、カウンターがこっちに流れてきちゃうんで、こっちだったらまだ一発ライト打たれても別にどうでもいいんで、でこれで、ポイズンかな。よいしょ。これで、ラムとポイズンで溶かしてもらおう。よいしょ。なるほどね。いいこれ。いいゴレだが、これはまだ回ってないはず。これはまだランバードぐらいでしょ。あー、なるほどね。はい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 。結構いい調整をしますね。あー、なるほど。そいつが来て、右無視するか。もうライトニング打たれたくないんで、ここら辺で。この辺で行っていき、よいしょ。 OK。 ほんでもって、オーケー、来た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 、いけ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 、よっしゃい、来た。これでしまい、これかな。はい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 、はい、オッケー、来ました。いやー、いい立ち回りだったな。こっちにライトニング対策で、ね、ちゃんとゴーストつけたのが大きかったですね。うん、あれ4体以上つけるとやっぱライトニングされても、あのエレキとかが一番体力低い怖いユニットが残るんで、エレキとか残って最後バシバシねダメージ入れてたんで、相手がライトニング持ってるときは一気に2体ついてるときに、その2体一気に追加したらいいですね。3体の状況を作らないようにすればね、防衛ライトもそんなには刺さらないんで、いいと思います、ね、よし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 。初戦負けたけど取り返せましたね。いいぞ。そうトロはね、ぶち上げたいですね。今シーズン2桁前半行きたいな。まあ毎シーズンね、目標2桁前半にしてるんですけど、2桁前半っていうのは50位より下かな、を前半に目標にしてるんですけどね、なかなかいけんすね、やっぱり。でも今シーズンはね、ちょっとね、いや俺そんな今順位高くないのに言うのもなんですけど、いつものシーズンよりは若干だけぬるい気がする。そう、ぬるい気がするんですよね。なんかね、トラゲが楽っていうか、多分そんなに、なんだろう、一つのデッキに絞ってやり込んでないのに、いつもだったら多分、なんか、うわー、なんかいい、一つのデッキに絞んなきゃなーって言ってるけど、なんか結構、他のプレイヤーとか見ても、なんかデッキ散りばめててもトロ結構上がってるんで、多分なんかね、なんだろうな、代行が減ったんかな。代行がなんか赤番めっちゃされるんですよ、最近、代行の人たちが。そう、なんで、もう多分、代行する、なんだろう、アカウント自体がもうなくなってる説がありますね。なんか全然ちゃんと一人一アカウントみたいな感じになってますね。いい感じいい感じ。とりあえずゴーストかな。結合スタンパイですね。鬼アンパイ、結合スタン鬼アンパイですね。まあ、相手の動き見てからしたいんで、とりあえず40秒ぐらいまで待ってから俺はゴーストかな。はい、パーンとやっていき、こっちはしまい。なんか来てもいい。うわ、もう最悪だわ、マジでこれ。いや、プリンスってことは、ジャイですよね、きっと。エリック来るかな、来ない。はい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 。でもこれ、まあ、ジャイ逆サイ誘導からの、おメガゴ切ったから、ジャイ逆サイ誘導からのメガゴはできない。よいしょ。ジャイ逆サイ誘導からのエレキぐらいかな。はい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 。よいし
いいですね。どっちに来るか、ここは一回攻めないで、あのプリンスがね、相手のプリンスが回ってるんで、一回そのプリンスをちゃんとラムとかで芝居てゴースト追加するために一旦放置ですね。オッケーオッケー、よいしょ。オッケー、あーもらっちゃった。まあ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 、オッケー、ファイブは惜しい。これもしだってってことはエレキがまずないんで、オッケーオッケーオッケー、これでどうすかな。メガニーとしてもいいな、これ直轄するか、よいしょ。で、できかな、インドラつけて、これ多分サンガゴが来るんで、よいしょ、はいはいはい、オッケーオッケー。あーでも渋いなー、こっからだよな、こっからこっからの動きがすげー大事になってくる。プリンスいるんで一回静かに行きたいですね。うん、静かに、よいしょ。何、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、これ無視して、はいはいはい、よいしょ、オッケーオッケー、ザップかな、うん、よいしょ、オッケーオッケーかな。これをダクプリとかで受けられて、うん、そろそろジャイつけられるかな。でも3が起きたんで相手は、まあ、これケツケツいこうか、よいしょ、ファイブを切ったんで、これインドラと一緒に攻めたいですね。よいしょ。OK。いいよ。はい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 。OK。いいですね。いい、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。めっちゃいいよ。めっちゃいい。これで5が来ると思うんで、来ない、マジ来た、 OKOK、 はいはい、でもってラム使ってプリンスがいないんで、ここはだいぶしんどいと思う。あい、だろうね。 OK、 ドシン入った、よいしょ、オッケー、いいよ、やべ、ゴースト近すぎた、あ、無限無限に無限に湧いてくる、あいつが、はいはいはい、なるほどね、それは興味深い、はいはい、いいよいいよいいよ、いけ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 、いけ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 、インダル溶かせインダル溶かせインダル溶かせ、でこれでマジャチャ貫いていけ、貫いて貫いていけいけ、あーくそくそ、いけいけいけ、貫いてこれ守り、ボーポイボーポイボーポイ、いけ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 、きたー、ジャイに勝ったジャイに勝ったジャイに勝った、しゃ、きたー、あぶねー、いやー3倍タイム様々ですね、これ。インドラ無双できたな。やっぱエレキいないと少しだけ楽になるな。少しだけ。うん。エレキいるじゃいいにはね。いや、いいよ。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。もう一戦。3戦で終わるって言ったんだけど。3戦で終わるって言ったんだけどね。ここで。いや、でも待て、待て、待て。これいつものパターン、いつものパターン入ってる。今、2勝1敗のうちに終わっとこう。はい。ってことでね、生マルチ。生マルチ。結構いい感じですね。本当に。うん。で、今トップが多分ね、77ちょいぐらいだと思うんですよ。あ、78ぐらいいってんの、あ、じゃあいつもと変わらんかもな、ペース。うん。なんなら前シーズンよりちょっと進んでるかも。はい。ってことでね、まあね、生マルチやってたんですけどね、今日かな。だから明日の動画で最後かな、生マルチの動画。で、また、シーズンリセット入るんで、じゃあぼちぼちね、グラチャレとか新環境ね、デッキ紹介をね、やっていきたいと思いますね。まあ、個人的にバトルヒーラーとか、三重士が復活するっぽいので、だからね、ヒーラー三重士エリポンダクネ
エリババとかね、エリババじゃない、エリゴレとかね、そういう系はね結構やっていきたいなと思います。もう考えるだけで強いですよね。ということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。